東京都は海外からの帰国者の感染が相次いでいますが、学校生活を原因とする感染はなかったとして、新学期から都立学校で授業を再開する方針を明らかにしました。都では感染の拡大を防ぐため、都立学校の休校を決定し、区市町村にも同様の対応を求めてきました。しかし、これまで学校内での接触が原因となった感染が都内では確認されていません。このため都では新学期から授業を再開する準備を進めるよう都立学校に呼びかけます。一方で小池知事は都が主催するイベントについて、医療体制が崩壊しないためにも来月12日まで自粛するとしています。